年寄りの方にちょっと聞いてきました。あなたは誰に寝ましたか。そしたらちょっと目はきついけれども増田さんに入れましたって言いました。前回は宇都宮さんに入れてくれたんです。その方は猫にとっても優しくって一人女性代も5000円くれた方です。ところが今回はなんと増田さんに入れました。なぜ入れたのって言ったら、なんかお母さんの介護とか、それから